671系電車は動力分散方式の電車でシュコダバゴンカにより鉄道企業大スロバキア用に製造された。2008年鉄道企業大スロバキアが地域輸送用の2両編成10本購入の公開入札を宣言した。コンペに買ったのはシュコダバゴンカ会社で契約が2008年12月30日にサインされた。契約によると 最初の編成は契約サイン後から18ヶ月で納入。最後の編成は47ヶ月で納入されることになっていた。最初の編成のお披露目会は2010年2月5日に会社構内で行われた。この時に列車に与えられた名前はヤーノシークである。2010年5月27日、列車がジリナバリーン間の路線での最初の試験運行を終え、 次の日にジリナの鉄道駅で一般に公式発表された。次の試験運行は2010年10月23日から30日に完了した。スロバキア共和国国土交通省の決定により、列車は2010年12月1日より運行を承認され、通常運行は2010年12月12日に始まった。一編成は動力車671系。 中間車071系、制御車971型から構成される。最高速度は時速 160km で直流 3KV、50Hz25KV の両方の電化方式で運行できる。列車のソリューションはチェコ鉄道が運用している直流用の471系を元にしている。車体はアルミ素材で作られた。駆動は誘導電動機で行われ、 電力制御は、イグブとトランジスタを用いた、半導体方式で行われる。電気設備は、改正が可能である。客席は2プラス2列配置で、空調付きである。471系との違いは、すべての座席が2等車である点である。一編成に、全部で、固定座席289席と折りたたみ席18席が、配置されている。車内は、 カメラシステムでモニターされている。動力車と制御車には、車椅子客の乗車用の渡し板も置かれている。本列車は、ジリナ県とコシセ県の近郊交通用。具体的には、ジリナトレンチイン、ジリナスカリテーセラフィーノフ、ジリナコシセ、コシセ、プレショウ、コシセチェルナなど地層の各路線用に位置づけられている。ありがとうございます。